井上裕太です。横島、時の長島、なんかが見える。時の長島、横島の、湾奥にある地磯です、まあ、北西が吹くと真正面になるんですけども、まだ、釣りが可能な場所です。磯の前には磯の形状通り、斜めに海に続いている状態です、大きい魚をかけると取り込みはしにくいですが、グレやイガミ、イシダイなんかも実績高いところです。この横の磯も、ここを渡って行けます。アオリイカなんかもいい場所です。水道を釣るんですけども、水道が溝のようになっていて、霜りが点在していて、魚もとても濃いところです。この大きい湾を挟んで向こう岸になると、ここが白穂の花です。川口大島、西大右衛門、兄島のが前に見える釣り場になっています。